女子テニスで選手のアクションをめぐり、試合中に、公開バトル、が繰り広げられた。現在、カナダ・モントリオールで開催中の WTA ツアー・ナショナル・バンク・オープン、の現地9日に行われた女子シングルス2回戦で、返球を観客席に打ち込んだ選手に対し、対戦相手が猛抗議。コート上で、誰にも当たってないわ、黙りなさい、と抗論に発展する騒ぎとなった。A 氏は、 5月の全仏オープンでボールガールにボールを当てて失格になった加藤美、ザイマックスの騒動から2ヶ月後に起こった事件と報じている。動画、叩きつけたボールが客席に何が問題。黙りなさい。女子テニス試合中に選手同士が口論する実際の映像事件が起こったのは同大会2回戦のマリアサッカリ、ギリシャとダニエル・コリンズ、米国の試合中。A 氏、 デイリー・メール、電子版は、マリア・サッカリとダニエル・コリンズのコートでの衝突で、テニス界はプレイヤーの無責任さに関するもう一つの議論に巻き込まれた。と記した上で、モントリオールで開催されているカナディアン・オープンで、世界ランキング8位のギリシャのサッカリは観客席にボールを打ち込んだときに、米国人の対戦相手に待ったをかけられた、と概要を記した。同志によると、 1> 第1セットを奪ったコリンズが第2セットも2 1とリードする中、サッカリのサービスはフォルトになった。すると、跳ね返ってきたボールに対し、サッカリはボールを地面に叩きつけ、そのボールが観客席にバウンドして入ってしまった。すぐにサッカリはすぐに観客に手を挙げて謝罪の意を示したが、コリンズはこのことを放っておかず、主審に今のを見ました。今何が起こったか見ていましたか と尋ねたという。これに対し、セカンドサーブの準備をしていたサッカリは、誰にも当たっていないわ。地面に当てただけよ、と返答。するとコリンズは、黙りなさい、黙りなさい、とサッカリに向かって声を上げた。この言葉でさらに口論はエスカレート。サッカリは、何が問題なの誰にも当てていないわ、と聞くと、コリンズは食い下がることなく、 マリア、あなたは客席にボールを打ち込んだのよ。もう少しで誰かに当たるところだったわ、と言った。サッカリは、誰にも当たっていない、と繰り返し、ボールのスピードを落とすために地面にわざと打ち付けたと主張。同志は、観客がさらにざわつく中、主審が何とか場を落ち着かせた。コリンズはこの2回戦の試合を6-4-6-2で勝利し、最後には2人の選手は握手をした。 ととその場をを収めたことを記している同志は、今回のことは、全仏オープンでボールガールにボールが当たって泣いてしまい、ダブルスのペアが失格処分になった事件から2ヶ月後に起きた、日本人選手のミル加藤はコートの反対側へのショットを放ち、それがボールガールの肩に当たった、と加藤の全仏での騒動の、再来、とも言える形で伝えており、波紋は広がっている。